皆さんこんにちは、おしゃれ着物が着たい久美子です。今日はいよいよクラシカルな感激コーデを着ていきます。こちらの長襦袢も襟先に紐をつけてみました。背中のところの紐はもう以前からついていたので、襟先の紐だけ今回新しくつけてみました。これで着ていきたいと思います。この背中の紐についてはこちらの動画で詳しく解説しているので、よかったらこちらも見てみてください。はい、それでは着物を着ていきたいと思います。こちらの着物はうさこまさんのポップアップストアで購入した絹勾配の着物になります。アンティークな感じの爽やかな小紋になります。この日は6月の最終日だったんですけど、本当はねまだ一重の時期かなとは思うんですが、もう暑いのでね、もういいやと思って夏着物を着ています。それではここからは早送りで見ていきたいと思います。今回クラシカルな感激は本当に久しぶりで、何年ぶりかな、10年以上ぶりかもしれない。結婚する前はよく行ってたんですけど、チャンスは何度かあったんですけどね、ついつい先延ばしにしちゃって行かなかったってことが多かったですね。でもね、着物を着るようになって本当に自分の好きなことどんどんしなきゃと思いまして、はい、今回もね思い切って行ってきました。クラシカルな感激というのはオペラコンサートなんですけど、結構ね拘束時間が長いんですよね、オペラってね。だからついついね時間確保が大丈夫かなと思ってチケット取るのがね先延ばしになっちゃうんですよね。もしね何かがあってね行けなくなっちゃったらチケット無駄になっちゃうのでね。クラシックコンサート自体はコロナ禍の初めの頃に辻井伸之さんのピアノコンサートにはね行ったんですよね。あの頃はねまだチケット取るときはそんなにコロナっていう感じではなかったのでチケット取ってたんですけどコンサートの時は学校もねお休みになった時でちょっと危ない感じになってたんですよね。でも辻井伸之さんのチケットって本当になかなか取れないので、まあ、あの時はね思い切って行っちゃいましたね。意外に思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、私クラシックコンサートが本当に昔から大好きで、ここのね帯ふわふわしてますよっていう風にご覧いただいてます。クラシックコンサートが本当に大好きで、若い頃から、バレエとかオペラもねすっごく大好きだったんですよね。よく見に行ってたんです。お正月のニューイヤーバレエとか日本でやるやつなんですけどね、行ったりとかしてたし、本当に夢はウィーンのニューイヤーコンサートをね生で見たいなっていうのが私の夢ですね。ニューイヤーコンサートを NHK でねやってるのを見ると、着物着てる女性がやっぱ何人かいらっしゃるんですよね、日本から行かれた方でね。でそのね着物着てる方を見て、すっごいな、外国に行って着物着るってやっぱ自分で着るしかないんだよねと思って、すっごいなと思ってたんですけど、今の私ならそれができるので本当にね行きたいですよね。これはね、老後の楽しみにとっておこうかなと思います。今回の帯結びはバッファロー帯結びではなくて、普通の角出し銀座結びにしていこうかなと思います。タレの部分が二重になっているとちょっとねタレがねピョンってなっちゃってたなとこの間思ったので、一枚の方がこう透け感があるし収まりがいいかなと思って、今回は普通の、これは銀座結びになるのかなね、していこうかなと思います。今日の方法は椿庵のまみさんがインスタで公開されている結び方なので、よかったらそちらのリンクを貼っておくので参考にしてください。あらあら、帯がねちょっと大変なことになってますけど、まあそこは軽くスルーしてもらって、もうちょっとオペラのこと話していいですか。でね、今回本当に久しぶりなんですよね、オペラがね。で、私の大好きな演目をこの夏やるっていうことで、半年ぐらい前からね、
絶対行きたいと思って狙ってたんですよ。でもしね行くんだったらね、もう着物一択ですよね。絶対着物で行きたいと思っていて、今回は昼間の公演なので、割とねカジュアルな感じでも全然いいんですけど、でもね大好きなねオペラを見に行くと思ったら、やっぱりねちょっとオペラに見合ったなんか素敵な格好をしたいと思うじゃないですか。でもさっていうか、はい、50歳ぐらいになると素敵な格好をねどうしようって思いません？まあね、素敵なねワンピースとかねお持ちの方なら別にいいんですけど、素敵なワンピース昔は持ってたけど、なんか今着ると微妙な感じに、ね、なっちゃうんですよね。捨てられずに今も持ってますけど、あれね、あれもまた着たいんですけどね。素敵なワンピースの着こなしもちょっと考えてみようかなね。でもまあ着物だったら本当バッチリじゃないですか。どんなね年代の方でも着物を着ればね本当に素敵なので、たくさんの方に来てもらいたいですよね。はい、で今回は久しぶりにオペラを見に行けるということで、ちょっとね紐をねきつく結びすぎちゃったんですよね。気合入りすぎちゃったみたいで、後でね胸の下に入れていた補正用のミニタオルを、ね、抜いちゃいましたね。すごいね見ながら苦しくなっちゃったんではい、気合入りすぎちゃいましたね。もう久しぶりすぎちゃって、それぐらいね、めちゃくちゃ楽しみにしていたということです。今回は帯揚げにこのレースのね、端切れを使っていくんですけど、これすごくお気に入りで、すごくね、素敵だと思うんですよね。だからね、見せたいなと思って結構多めに帯揚げをね、出してたんですけど、この間コメントで、このね、帯揚げがね、出すぎでね、なんかちょっとどうなのみたいなね、コメントをね、いただいたんですよね。あの時はちょっと平常心が保てず、ちょっとインスタとねコミュニティでねちょっとお目汚しな投稿をしてしまいまして、本当に大変失礼いたしました。でもね、帯揚げってどのぐらい出すかって個人の自由だったような気がするので、まあね可愛いし、今日もがっつり見せていきたいと思っています。まあね、その方もね、私の、まあ、ショート動画だったんですけど、まあ、動画をね、見てくださったのでね、見てくださってコメントもくださいまして、ありがとうございます。はい、それで今回私が見に行く演目は、ラボエーム、プッチーニの名作ですね。私はね、ラボエームが本当に大好きで、CD も持ってますし、ラボエムを歌ってるオペラ歌手の方の CD も持ってるし、本当大好きなんですよ。今回は念願かなっていけるので、とっても幸せです。私がよく行く劇場は新国立劇場です。まあよく行くって言っても本当数年に1回とか、まあね、今最近そんな感じなんですけど、今ね、ここを歩いてる皆さんはみんなプッチーニを見に来た方々ですね。みんなラボエム仲間です。ご覧のように皆さんね、割とカジュアルな感じでいらしてますね。はい、オペラハウスの中はこういう感じですね。ここは1階から見たところですね。私の席は4階なんですね。今回ね、まあね、昔は、ね、自分で好きに使えるお金がいっぱいあったんで、もう必ず S 席、絶対 S 席を取ってたんですけど、もう今はもう本当聞けるだけで幸せなので、一番安いお席を取らせていただきました。4階からだとね、オーケストラピットもよく見えますね。こんな感じになっています。とても素敵な空間です。オペラは全部で3幕あるんですけど、1幕と2幕の間が25分間ぐらい休憩があったので、少し何か食べようかなと思ってハーゲンダッツをここに来てお高いハーゲンダッツをいただいてきました。シャンパンもね2000円から飲めるんですよ。コーヒーなんかはね500円ぐらいですかね。
そう思うとグラスワインは600円だったので、グラスワインが一番コスパがいいかもしれないですね。上から見ていると着物姿の方を2人お見かけしました。他にも 2,3 人お見かけしたかな。意外と着物の方もいらっしゃるんだなと思って。クラシックとねオペラって相性いいと思うので、皆さんもよかったらクラシックコンサートとかも行かれてみてください。とっても素敵ですよ。こちらは先日銀座着物ティロワールさんに伺った時のコーデですね。友達が写真を撮ってくださいました。これもね、いつの間にか後ろから写真を激写されていて、でもね、すっごく上手に撮れてるなと思って、はい、今回載せさせていただきました。でこの日は新宿高島屋に藤井しぼりさんがいらしてて、でいろいろ商品見れるということだったので、村くんもしぼりを拝見してきました。そしてちょっと巻いてもらいました。すごく可愛かったです。これは水色地にピンクの染めが入っていて、すっごくね可愛かったんですよ。いいでしょう、これも欲しいなと思いながら、まあ今回はね合わせるだけでおしまいです。はい、ということで今回は私の趣味について長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。オペラを着物で見に行くことができるなんて、そんなことが私の人生にあったなんて本当に感激です。こちらのお二人はね、私の前の席に座ってらしたんですけど、こうやってご夫婦で見に来られるのもいいですね。はい、今回の動画はこれで以上になります。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で動画を更新しています。また来週もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。